国産初の小型ジェット旅客機スペースジェットの開発を一時凍結している三菱航空機が従業員を現在の半分ほどに減らすことが分かりました関係者によりますとこれまでも人員削減は進められていて来年には従業員が100人以下になります新型コロナの感染拡大で航空機産業は大きな影響を受けていてスペースジェットの開発再開の見通しが立たないということです